アキアのためじゃないわ。私だってパイロットだもん。私の方がさっきより有能だって見せつけてあげるいいチャンスじゃない。さあ早く。
さっきよりひどいことになってる。来た、グレーターロボ。しかし、いつ見ても微妙な姿だよ。サッキュン、力を合わせて伝じるわよ。はい、にゃー。ロボから光が、だんだん消えていく。すげえ、頑張れサキ、フィンネル。全然パワーが違います。きっとトッキーさんのおかげです。よし、あと少し頑張ろうよ。トッキーさん、アルファージが倒れそうです。支えてあげないと。アオト、ちょっとあそこ、アオトがいるよ。え、このままだとアルファージの下敷きに。べ、下敷きになる。ちくしょう、もう避けられないか。サッキュン、アオトを助けるわよ。はい、アオト、今助けるから。アオトさん、アオトさん、死なないで。あわ、よかった、助かりました。アオトさん、アオト。二人とも、すまねえ、手間をかけさせちまって。いいんです、サキたちを心配してこんな危ないところまで見に来てくれていたんですから。ほんとすまない。あれね、さっきのラブラブパワーがあってこその今回の奇跡よね。そんなことありませんよ。さっきはただアオトさん死なないでって。もう隠しても無駄よ、バレバレなんだから。正直乾杯ね。アオトさん、さっきは、ああ、いよいよ告白するのね。それじゃお邪魔虫は消えるとするわ。頑張ってね、さっきゅん。おい、フィンネル、いろいろありがとう。また会いましょうね。アオトさん、おう、さっきはアオトさんのこと。お、なんでしょうか。止まった。やっちゃったわね、フィラメント。あなたたちがグレーターロボを使ってアルファージからパワーを吸い上げた。その代償がこれから訪れるの。代償、終末の大解消よ。大解消はグレーターロボで。無理だって何度も言った。とにかくこの世界はもう沈むわ。本当はこうなってしまう前にあなたには気づいてほしかった。でもそれは無理みたいね、サキ。仕方ないわ、私の意識とあなたの意識を共有しましょう。そうすれば現状を理解できるはず。共有ですか。そう、私はストーンヘンジで待ってるから、準備ができたら来て。サキ。大丈夫です、サキはどんなことがあっても平気です。だってサキにはアオトさんがついていますから。